今夜は洗濯物の外干しできるのかどうか、お洗濯情報をお伝えします。まずは今夜の天気の流れを確認していきましょう。西日本や東日本は高気圧に覆われるため、この後も天気の崩れはなく経過していき、洗濯物の外干しはしっかりと乾かすことができそうです。東北地方は徐々に低気圧が近づく影響で雲が厚みを増していきます。また北海道も寒気が徐々に後退していくので晴れるところが多くなります。そして早朝からは東北の北部を中心に雨や雪の降りやすい天気と変わっていくので、こちらの地域では部屋干しが良さそうです。ではお洗濯情報、各地のものを見ていきましょう。札幌は夜になると氷点下となります。凍ってしまうので部屋干しが良さそうです。その他の地域では広く洗濯物、今夜も干すことができそうですね。特に明後日以降はすっきりしない天気となりますので、夜も、しっかりと晴れの有効をしてください。以上、お洗濯情報をお伝えしました。